耳から学ぶドリール氏の教え25古道4危機物語。物質界にのみ関心のある人は人生の混乱不調和を見る。だから利己的となり隣人に重敵となる。深海にのみ重点を置く人は知性的のみとなり、肉体をおろそかにするから、心と脳に必要な物質も不十分で、脳細胞の能力を弱め、正しい印象を受けなくする。霊の世界に、のみ関心を持って、心と肉体とをおろそかにする者は、真の霊界が理解できない。一方のみでは、三分の一しかわからない。注釈。心と肉体と魂との三者の均衡的発達が重要なのである。一面のみを遂行しても不可なのである。愚道者は、とかく、心と魂に重点を置きすぎて、肉体をおろそかにしやすいが、肉体の霊中心を開くというためにも、肉体をおろそかにしてはいけないのである。肉体は魂の宮なのである。聖者タルの第一原則は、感情の主人公たること。注釈。感情そのものがなくなることでない。感情の主人公となり、怒り、恐れ、憎しみなどをなくすることである。聖なるものを得るということは、その状態になるということであって、どこかへ行くことではない。注釈。意識の転換、絵心ということで、何かの能力等が付着することでもない。まず、天国を求めよ。人の意識の天国上には、すべてのものが潜在し、顕現し、存在しているのである。この力を得る第一歩は、あらゆるものへの欲求を解放し、一時的なすべてのものに対する執着を捨てることである。その、第二歩は、一つの久遠実在たる神にのみ執着することである。注釈。自己の中に、すべてがあるのだから、物質への執着をして、神にのみ執着するのである。五道上の三つの障害は次の通り。一、死の人格そのものに従い、真理そのものをおろそかにする。二、真理を言い表している想念そのものを固定化してしまう。3. 死の弟子への態度や行動を批判する。注釈。真理そのものに従うべきで、死の人間性そのものに従うべきでない。言葉とか、想念とかを固定化、有限化すると、無限である真理が形骸化してしまう。未熟の弟子が、死の外的、物的な行動を批判して、その霊的真意を汲まないのは大きな障害である。没我的になる能力を伸ばすべきである。失敗の原因はこの能力の欠如による。学業、政治、経済などの世俗的なことについても同様で、没我的でないと大成功をしない。一日に数分でも良いから没我となる練習をしよう。注釈。没我となるには、自他一体感を得ること、利他的行為をすること、神を悟ることであろう。相他行を積めば、何よりの没我の訓練となる。愚道の道を歩むに、年齢的に早すぎるとか遅すぎるとかということはない。いつでもやろうと思ったら、その時に、その考えを捨てずに、すぐにやり始めなければならない。注釈。年齢は肉体についたもので魂についたものでない。だから肉体年齢とは無関係である。年を取りすぎて50歳を超えては修行の功がないというのは迷信で、むしろ50歳以後の方が自我の克服をしやすいのである。もっとも14歳未満の子女は親や師の指導によるべきで、独自の修行をするのは早すぎる。今
今という時間的瞬間の偉大なる機会に気づこう。注釈。過去、現在、未来は、今の一点に、凝集できるのであり、今が、悟りへの大きな機会なのである。今を生かし、今に生きよう。仏教の八正道。1、正見。苦しみと苦しみの根源の理解。2、正思惟。欲望のない思惟、悪意のない思惟、残忍さのない思惟。3、正語。真理の実を語り、嘘を言わない。告げ口屋になるな。荒い言葉を避けよ。無駄話を避け、有益なことのみを話せ。4、称号。不摂生、不中等、不邪淫、不妄語を守ること。5、称名。正しい生き方、正しい行為のみをし、正しいことのみを実現さすこと。6、称精進。ネガティブを避ける努力、自己克服の努力、愚道達成への努力、修行持続の努力。7、少年。肉体、心、思い、現象について、長明な意識を持ち、行動にあたっては、行き届いていること。8、症状。神との一体化。注釈。4の称号のところで、いわゆる誤解のうち、不飲酒が抜けているが、多量でない酒、タバコ、コーヒー等は、必ずしも避けなければということはない。大聖者もこれをたしなまれることもある。それにとらわれたり、溺れたりしてはいけないことは言うまでもない。ラジャ、王道ヨガの八正道。1、ヤーマ、戒。死と破壊の克服、不殺、不当、真実、ただもらいをしない。ネガティブ性の支配。2、ニヤーマ、規定。清潔、満足、質素、勉学、神への自己放棄。3、アーサナ、姿勢。肉体の姿勢よりも、世界と神との関係での意識と心の持ち方が重要。4、プラナヤーマ、プラナの支配。プラナ、エーテルの火の支配。物事への自己の没入によってプラナを出す。5、プラティヤハーラ、超越。対象からの感覚の抑制、感覚印象を閉じて、別の印象を入れること。6、ダラーナ、集中。心の固定化、集中、物への自己没入、物と自己との同一化。7、ディアーナ、禅定。瞑想、最高のものに瞑想し、執着から逃れ去る。8、サマーディ。超意識への到達。魂の光輝、イルミネーション、心が一体。アスミタサマーディ。肉体から意識を除く。定位のサマーディ。アサムプラジュニータ。アストラル体、四次元体から意識を除き、すべての体、形から意識をなくし、あらゆる人と心的波長を合わす。肉体を持ったままでの最高意識。注釈。ヨガとは、聖なる人か知恵の人かいう意味で、ラジャヨガ、王ヨガというものには、次の2種がある。1、アブハバヨガ。ゼロに瞑想し、自己のすべてをなくして、神と一体となる。2、マハヨガ。自己を祝福に満ちたものと思い、すべての不浄をなくする。アーサナは、普通に、肉体の姿勢とされ、ハタヨガ、肉体訓練から入るヨガで特に重視されているが、本当は心の姿勢なのである。プラナは、すべてに行き渡っているエーテルの人も言うべきもので、右、鼻から、ポジティブのプラナ、左、鼻から、ネガティブのプラナが入る。エゴ、コガの本質を、チッタ、神官という。エゴ、魂は、神から伝わる振動をチッタに組み立て、これが、心、チッタの道具に反応をもたらすのである。瞑想とは、瞑想対象に対するあらゆる考えを引き出し、心に、それに関するあらゆる作像を得るまで行うことである。これは、ダラーナ、集中とは違うのである。ヨガの実習者は、
行法やアーサナに熱中してヤーマやニヤーマをおろそかにする傾向がある。ヤーマやニヤーマが先決条件である。またプラナの他に生命活力を入れることも教えられていないのでうまくいかないのである。頭の頂点から生命活力を入れて消化栓を通って太陽層に満たし尾底骨にまで下げ、そこでプラナと合わせてクンダリーニを目覚めさすのである。天より下りし者のほか天に上りし者なしとはこのことである。